どうも皆様こんにちは、ケイジチャンネルです。いやもうほんと聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。いや鉄拳ですよ、鉄拳をね、鉄拳買うてきましたね。あ、もう見事無事インストールされてね、あるんですよね。え、何で新しいゲーム買ってきたらいつも言う、買ってきたぜ開封の儀だとかやらないのかって。やらないですよ、そんな。いい歳してるんですから、そんなのやらないんですよね。で、それよりも、聞いてくださいよ。もうこれ、鉄拳をね、鉄拳7買いに行ったんですよ。え、ちょっと待って、これ。プレイステーション VR 対応って書いてる。これ VR に対応してんの？どうなってんの、これ。え？かわいい、おにゃの子の一人称視点で太ももペロペロできるってこと？そんなことはどうでもいい。それ置いといて、VR に関する情報は、誰か詳しく。ということなんですけど、これ買ってきたんですよね。買いに行ってもうふと思い立ったんですよ。で、本当は僕昨日の動画で挙げた通りスト2派なんですよ、すごく。で、スト2やりたいな、でもスイッチ、ニンテンドスイッチがないなっていう格ゲー話してたら、格ゲーものすごくやりたくなってしまって、で、結構多くの方がコメントで鉄拳7買ったよと、面白いよと皆さんにおっしゃってるものですから、いやこれ俺もやりたいなと思って、もう仕事終わったら今日買いに行こうとかって思って行ったんですよね、電気屋さんに。で、鉄拳7ポンと買って、でも、いや、パッとじゃ無理なんですよ、パッとじゃ無理なんで、僕。アケコンを、アーケードスティック、ファイティングスティックとか言ってもするんですけれども、それを買いたい、一緒に買いたかったんだけど、売ってないんですよ。いや、でも大丈夫。落ち着け。安心しろ。まだ電気屋はここだけじゃないっつうんで、まあ、とりあえず鉄拳だけゲットして、違うところに行ったんですよ、パーって。で、アケコンあるかなって言ったら、ないんですよ。ないんですよ！うわ、これもうガゼン焦ってきて、うわ、やべ！もう一軒あるから、つって、もう一軒電気屋行って、もう閉店ギリギリですよ。閉店ガラガラじゃなくて、閉店ギリギリ。ギリギリ生産でシュッとね、入って、もうほんと、閉店もう10分前ぐらいに滑り込んで、ふわーって入ってって、すいませんってアーケードスティックありますかーって、ありませんって言われて、おーい！どうなってんだよ！これやるのにアーケードスティック必要でしょ。ちょっと待っててね。これ必要でしょ。これが必要なんですよ。これがいいね。いや、これ使えばいいしょって言うんだけど、これ XBOX 用なんじゃ。これ XBOX 用なんじゃ。これダメなんじゃ。これ対応しとらんのじゃ。ダメなんよ。で、これどう、もう需要と供給、これこんなゲーム出すんだったら、これ大量にこういうの必要だよね。お店に置いとかないとね。ないんじゃー、どこもないんじゃー、もう最悪じゃーと思ってさ、ふと見たら雨降ってるしさ、あれさっきまで降ってなかったのに、うわーと思って、もう雨ずわー、ズブズブに雨濡れて帰ってきたんだけど、やっぱり悔しくて、車でちょっとゲオ行こうと思って、帰ってきてから車でブーンってゲオ行ったんすよ。あったんじゃん、あれ、これラップあったんじゃん、これリアルアーケードプロ1個あったんじゃよ。もうこれもうね、ゲオ神、マジでゲオもう神。俺もうね、これ持ってさ、レジ行く時もニコニコしてたもん。これいいよ、親父がさ、これこんな、もういくつだ俺、何これ、俺いい年してこの鉄拳やるために2万ちょっと金使ってるし、ものすごい時間使ってるし、どうなっとるんじゃ。というわけで、これね、今回はラップの開封の儀だ、これ。これね、開けるよ、これ。これ。あ、なんか、以前使ってた、Xbox の時のよりもちょっとコンパクトっすね。どっから開けん、うわぁ、開かねえ。今、なんか、もたもたしてる間にグワーってやろうとしたら、全然掴むとこなかった。でも開ける。開けそう。うぃ。うわ、綺麗。わぁ。ニカ。あれ、これコードは？あ、ちゃんとタッチパネルあるんだね。タッチパネルがあって、はやぶさですよ。なんかこうやってやったら、なんかあれじゃない？なんかニューヨークでさ、ラジカセこうやって持ってる、イカしたやつみたいなね。Hey, yo! 俺はラッパー、これはラップ、ラップ、もう何も思いつかないんだったら俺やるんじゃない、こういうことを。あー、このカチカチ感大好き。
このガチガチガチってこう音がね、すごいいいですよね。もうね、早速なんだけど、俺の唾が飛んで仕方ないんじゃ、こっちに。ああ、いいね、この感じ。ああ、たまらないわ、たまらないわ。さあ、ここで皆さんに、こう、アケコン、あるあるなんだけど、皆さん、アケコンどこに置くっていう話なんですよね。え、ここ?ね、ねえねえねえ、ここ?ここ?ここなの?あ、いや、ここだな。あ、すげえしっくりする。ここかもしんない。いや、ここの人もいるよね。これさ、これ、大会とか見てたら、こう、梅原さんとかは、ここなんじゃん。ここなんじゃん。俺もここでやりたいんだけど、なんかわかんないけど、しっくりくるから、ここというわけで、後ほど、鉄拳をやろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。おや、待って、なんか伝え忘れてることね、俺。とにかくですね、次、ゲームの新作を買うなら、ゲオに行きます。じゃあね。